ニコライデ・デミチェンコは、ウクライナ系ロシア人だが、主に、イギリスで活躍するピアニスト。モスクワ音楽院にて、ディミトリー・バシキーロフに指示。1976年度モントリオール国際ピアノ、コンクールと、1978年度、チャイコフスキー国際コンクールにおける入賞者。1980年代には、スベェトラーノフやフェドセーフのお気に入りのピアニストとして、 しばしば世界中で、チャイコフスキーのピアノ競奏曲を演奏して回り、この時期はたびたび来日もしている。1991年に問え、演奏家としての成功を受けて同地に留まり、現在は、有利メニューイン音楽学校で教弁を取る。チャイコフスキーの競奏曲、ラフマニノフ、スクリャービン、メトネル、プロコフィエフといったお国物のほか、スカルラッティ、ショパンやリストなども、 得意としている。近年は、祖国の往年の大ピアニスト、サムイル・フェインベルクが編曲した、爆破作品集もレパートリーに取り上げ、録音を行った。ともすれば骨太な響きと、叩きつけるような情熱的な演奏を繰り広げがちな、ロシア系ピアニストの中にあって、デミジェンコは速やかで軽やかな指さばきと、えも言われぬ弱音の美しさが、特徴的であり。 時には、ルバートや表情付けの多様によって、ややナルシスティックな一面を浮かべることがある。スクラアービニやメトネル、リストの演奏で見せるように、しばしば作品の解釈も大胆である。彼は、イギリスのレコード会社、ハイペリオンと録音契約を結んでおり、大部分の CD 録音はハイペリオン社から出ている。同社を代表する看板ピアニストの一人として、 会社からの信頼も厚い。ハイペリオン参加のヘリオスからもリリースがある。ありがとうございます。